こんにちは、Pです。ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、14回目になります。今回からね、応募集めですね。はい、まずはね、ランシールに来てます。アイテム回収から、行ってみまーす。嘘ー。はい、ゆっくりになった。魔物使いのね、ビーストモードを覚えたくて、世界中を回ってました。何時間ぐらいかかったかな。でもね、まだビーストモード覚えられてません。だから50体に行ってないんですね。はい。あとはね、もうストーリー進めないといけないとこかなと思います。少しはね、海に出て、船に乗ってストーリーを進めないと、50体に行けないんじゃないかなと思うんですけど。一応ね、攻略サイトさん参考に、ね、大体行けたと思うんですけどね。はい。私は道具屋の娘、キエサリスを買っていってください。はい。はい、わかりました。あ、2個しか買えない。お金預けちゃった。買えました。誰が持ちますかっていうのがあるから、結構ね、空いてない時があるんですよね。はい。ここもね、はぐれモンスター、詰めに来ました。右上にベフマスライムいましたね。だからルールポイントはね、かなり増えてますね。ここもこうに来て、右端を先に進んだから、この、これをつい触っちゃったの。ボケの口が入ってました。はい。もうね、癖の、なんて言うんだろう。ついね、触っちゃった。あ、ここにいるんだ、スライム。はい。エーサリスを持ってるかい？だったらエジンビアの後ろに行きなよ。まあ、ここでね、次の、ね、情報が出たんですね。ルーラーで飛んでいきます。次の湖だね。レベルもね、魔物使いに転職した魔法と僧侶が20だったと思うんですよ、前回。26まで上がってます。海の上の敵とか結構強いんですね、やっぱね。移動でやっぱり、だいぶ戦ったから。上がってますね。はい、エジンベア。綺麗ですね。お花が綺麗。ほんの一時でいい、少しでも姿を削る、そんなものがあるなら、あらあら、あるよ。買ってきた。おっとすみません。私は旅の吟遊詩人です。この世界のどっかに自分の姿を消す、それはそれは珍しい草があると聞きましてね。ついその思いを歌にしてしまいました。私はそれを出した。楽しい人ですね。ここは由緒正しきエジンベアのお城。うん、はい。田舎者は帰れ帰れ。え、ひどいこと言われた。道具使います。消えさにさ、あ、消えた。ねえ、見つかってはいるんだ。あ、見つかってるんだね。大丈夫なんだ。あ、すごいすごい。お城、まずはね、目標に行きます。後で探索できるかな？はい、と思います。あ、これか。何かね、攻略サイトにね、ムービーがついてたから何かなと思ったらこれだったんだね。はい、紋章の描かれた3つの床に岩を運ぶことで先に進めるようになります。はい。L2 でリセットね。私ね、結構ね、こういうの好きかもしれないです。
でも落ちちゃいそうで怖いな、これ。はい。あと反対側から押す感じだね。ちょっと怖いね。うわ、ビーチだね。はい。はい。滑る滑る。位置が悪かったからね。はい。あ、戻った。ちょっとドキドキしちゃう。ねえ。はい。定位置といったところに移動します。はい、ここです。あとはもう同じだね。はい、クリアです。いろんなゲームで、ね、パズルゲームは、こういうのね、パズルするところっていうのかな。なんでびっくり？生きてる？はい。乾きの壺。これ何するんだろう？うん。小さな手紙。マニュアル？乾きの壺を手にした。もう喋るんだ。この壺は、スーの村に。あ、なんかスーの村ってどこかで見たな。その誠の役目が失われないよう古き言葉を残す。うん。東と西の大きな大地が触れ合おうとする岬から、北の岩場を目指すべし。はい。その岩場の中央でこの乾きの壺を使うべし。でもちょっと ピンとこないんだけど。願わくばこの壺が。ああ、はい。大丈夫だよ。心正しいよ。はい。大丈夫です。任せて。手紙はまるで子供のような、ま、震えた字で書かれてる。どういうことなの？はい。目的が更新された。終わらなかった。あ、もうリセットされてる。セーブできる？ね、そうだね、オッケー。ここで、アイテムが。見に行けるのかな？こんな感じだね。はい。まずは、いいか。入り口のね、人以外は大丈夫なんだね。あ、王様いるよ。捕まる？わしは心の広い王様じゃ、田舎者としてそなたばかりはせぬぞ。あまり変わらない人だね。はい、乾きの壺を知ってるとはな。もう確か、先々代の王がそのような名の壺について何か言っていた。言っておったような、陸から離れた島よりも小さな岩場で、都合どうのこうのと、まあ、大した話ではあるまい。わははは。のんきの様ですね。はい。遥か西に海を進めば、数族という民族の住む新大陸からそうじゃ。あ、はい。次の情報なのかな？はい。これは、出る。はい。あ、右の方にね、はぐれモンスターがいるみたい。あ、いたいた。あんな見て。馬の像に隠れてるよ。見つけた。雲も。はい。はい。もっくり。
したモンスターの数が50になった。はいはい、すごい、うん、モンスターの気持ちをかなり理解した。モンスターの理解がさらに深まった。え、今ここではないのか。ないんだね。うわー、ビーストモード覚えたよ。すごい、これでね、うん、2人のキャラを転職しちゃってもいいよね。今26、まあ、46ぐらいでまたスキルを覚えるらしいんだけど、うん、はい、次にいいかな。はい、ちょっとですね、考えてみたいと思います。わー、やった。かなりね、うん、頑張って集めに行ったんですけど、やっとだ。やっぱりちょっとストーリー進めないとダメなんだね。はい、よかったです。で、あと何、これ、うん、あ、待って、こっちにも、いや、いけないよね。これ降りていくのか。あ、こんな感じだね。はいはい、うんうん、ここに何がある。あ、メダルがあるね。小さなメダル。どこ、あった。何、あ、待って、スバイスの種があったね、さっき。あ、あそこに壺もあるね。魔法の聖水はいいよね。聖水はあんまりいらないけど。どこ、この辺に素早さの種があるらしいよ。あった。はい。これで、ここは、お城の枠？終わりかな？アイテムね。はい。よかったよ。あ、待って、でも夜に一回、来ないとなんだ。じゃあ、一回ね、うん。ビーストモードね、これ聞きに行かないとダメなの？どういうことなの？でも魔物呼びなんか普通に何もしないでもらえたような気がしたんだけど、どう？うんうんうん、気づけばっていう間、はい、うんうん、これほど多くのモンスターたちを見つけるのも宿題もんじゃろう。今後も期待しておるぞ。ささやかじゃ、お主のトンボ。お主の旅に役立ててくれ。え？あとに一本待って。女神の指輪。待ってください。じゃ、スキルはどうしたの？まあ、ちょっと一回そう。うん。どれ、女神の。賢さがすっごく上がるね。待って、じゃあ、待ってた。しかも見て、歩くごとに MP が回復していく魔法の意味。これの方がいいよね。そこじゃこんなに上がる。ねえ。ちょっと待って、ビーストモードは？あれ？あれ？何か勘違いしてるかな？50体って言ってたよね。はい。ちょっとわからないですね。どうしたんだろうね。なんでもらえないんでしょう。尋問じゃないもんね。作戦。でも戦闘中。ああ、よくわかんない。どこでもらえるんでしょうね。はい。ちょっとね、まず、じゃあストーリーに行きますね。夜だね、夜。夜にするには、夜か。ここを出て、あ、そうだね、アリアハンディから。
で、夜に探索に行けるみたいな。あれ、なんでビストボードもらえないんだろうね。わからない。ちょっと後でね、調べておきます。知らなかった。ここでね、夜にします。お金持ってなくて、うん、夜にベビーサタンもいるんだ。はい、はぐれのね、はい、あれ、あ、当たった。え、チンペ、え、夜でもいるんだよね。消え去りそう、持ってるよね。あれ、あら、よし、これはどこ？まず、え？1階にあるんだね。目覚ましリングはこの辺にある？どこ？あ、これか。あ、目覚ましリング。もう4つ目ぐらいだね、目覚ましリングね。あと、じゃ、絹のローブ。あ、これ？あ、ここだね。はい。にも何かある？服消しそう。これか。な？あ、金の、え、金のローブ？あ、サーハンさんか。はい。はい。あとは、あ、戻っちゃった。もうないけど大丈夫？え、もう、え、ここないよね。大丈夫ない。あとね、服の方？これかの？これだね。あ、入れた。パーティードレス。どんなだろう。おしゃれなスーツ。マジ？ウルジョエ、なんだろう、ちょっと気になるね。消えない。消えないみたいだね。消えないよ。あ、無理なんだ。あれ、あ、いたいたいた。消えないんだ。夜のみ出現ですね。はい、じゃあこれ51体目なんでしょうね、きっとね。はい。これでアイテムが終わりだよね。はい。ちょっと待ってください。あのね、調べますね。どうして、ビーストモード覚えないんでしょ。どこに出てくるんでしょ。ハリアハンから南に進み、ハリアハン、ああ、させなく、はい、ビーストモードなんですが、一度戦闘に参加しないとかもしれないですね。はい、ちょっとね、ストーリーをね、進めていきたいと思います。まずね、アリアハンから南に進み、浅瀬の祠、そこにあるんですね。はい、さっき言ってたね。使う場所が。大丈夫かな？はい。一度参加すると、ちょっとじゃあ命令させる。いや、今は覚えてないもんね。ちょっと難しいですね。なんでそういう仕様なんでしょう。
ってるのかな。あ、そういうことなんだ。一度戦闘しないとダメなんですね。ちょっと難しいですね。マルティナは魔物と心が会話し、特技を覚えた。ねえ。ヴェロニカは同じ。あって、どこで覚えるかとちょっと不安になっちゃった。はい。わかりました。一度戦闘が必要ということでした。結構調べちゃった今。ちょっと待って、どこに浅瀬があるの？はい、どこかにあるのかな？なんか通っちゃったよ。ああ、そうなんだ。じゃあ今までのどうだったのかな。特技覚えたらねえ、ん、これじゃないね。うん、丸がついてるからわかるんだね、やっぱり。どうか、ここですね。あ、びっくりマークついてる。はい。結構下に来たね。調べる。あ、気の壺は、ここで海に浮かべるんだ。はい。え、祭壇みたいなのがあるのかと思った。え？あ、すっごい。あ、何か出てきた。え、なんだこれ。ん？お墓みたいな。ほら？よくわからないな。なんでしょう。いた。あ！浅瀬の祠。待って。これは、もしかして、もしかして。開けた。最後の鍵。かっこいいね、見た目も。あ、マジ？はい。最後の鍵だから最後なんですよね、きっとね。あ、待って。メダルがある。しかも、誰か奥にいるよね。あ、私は古を語り伝えるもの、イシス砂漠の南、山脈の向こう、ミクロゴンドの山奥に、ギアガの大穴ありき。ベテルの災いはその大穴より。ああ、そういうことなの？ああ、これ伝えるために言ってくれたの？いい人だね。ありがとう。なす？ドラクエらしいね。ただの仕込まれるように。残酷なところあるよね。ああ、よかった。すごいね。幻想的な。わあ、もう見て。あのね、チェックマークなくなってる。うん。ああ、よかったよ。じゃあ、今回はね、ここで終わろうかな。まず、ママのとこに帰ろう。ちょっとね、途中編集が入ってると思います。ごめん。攻略サイトさんをね、参考に調べたんだけど。あれ、知恵袋かなに載ってたのかな。攻略サイトさんに載ってなくて。知恵袋に書いてあった。まあ、攻略サイトも書いてあるのかもしれないんだけどね。私が見つけられなかった。はい。はい。ありがとう。
あ、すごいね。最後の鍵入手しちゃったよ。はい。今回ちょっと早めなのかもしれないんだけど、はい、ここでね、お家で終わりにしたいと思います。はい、じゃあまたです。ね、ピースモードもね、覚えながら転職も考えたいと思います。はい、じゃあまたです。バイバイ。